はい、おはようございます。先ほどに続きまして、はい、今回は3、4年生ですね。こちら、車に注意してという文章です。締め切り日は3月7日です。はい、では書いていきます。車に注意して、結構車っていうのはこの四角いところに書くには書きづらい字ですよね。まずは、ギュッと上がる線、内側へ入りましょうね。で、横、優しくて縦ギュッと締める、で、こちら側はちょっと出ても構いませんので、ここでね、真ん中引くときに下に来ないように、なんかこうしといてこうしといて、せっかくうまく描けてるのにここでなんかこういう風に来ちゃったりすると、次描くのになんかこう付け足さなきゃじゃないですか。そうするとこのね、付け根の部分もすごく汚くなりますよね。ってことは上目に、上目っていうんですか、ちょっとだけ上を狙っていくようにする。あ、ちょっと大人の描き方をしてしまいましたね。これしっかり子供なので付けましょう。ギュッと付けて、で、ここもつけて、こんな感じ、で、こちらはギューッとこんな感じですね。で、頭を出します。ここね、頭しっかり出しといて、中心ですよ、真ん中を貫く車、そう、これマスじゃなかったらもう少しゆとり持って描きたいところなんですけど、まあ今はね、こうやってうまく入れましょう。そして2です。先ほども2の話をしました。こちら棒みたいなこういうのがある場合、少し長めにしておきます。右側は上下に、隙間がある方が美しいです。ここですね、こういうところ少しだけ開けるようにしましょう、で、注意っていうのは三髄ですが、三髄の書き方、トントントンって並ぶとこれ変なんですよ。四を書くようにちょっと2個目出しましょう。それから角度に注意、ちょっと違いますよね。向かってる方向違うんです。こういうラインを持ってくるのと同時に、向いてる方向があっちとこっち、で、最後はここからストンって下ろすような感じでギュッて入って上に向かう。これがね、正しい書き方というか、向きをしっかり考えるといいですね。トンって打ったら次こちらへ行ってストンって降りればいいです。降りたところにこういう風に、そうすると自然とこれの向きがね、ちゃんと入りますので。毛筆の向きっていうのはちゃんと筆の動きが分かってないとうまく入らないんですよ。トントンってせっかくできてるのに、ここからなんかこういう風に入っても変じゃないですか。これはストンと降りたんだよっていうその動きですからね。で、これ、そうですね、右側は縦があるだけで漢数字の3と一緒なので、こんな感じです。こう上がる線に対してこういう風に降りる線。ね、はい、次、いです。立つという字がまずきますね。ギュッと上がって、1、2、3。ここ一番長いところなので、ちょっとね、できるだけ出してあげて、こっちももう少し長くてもよかったかな。で、こういうラインを持ってきます。そして、これ車って書いた時のこれのキュッっていう入り方と同じです。ここね、キュッて入ったら、こう上あんまり力強くキュッてやらなくていいですよ。ふわっていう感じで、次がギュギュで、また上を狙っていきます。ちょっと太いので、分かりづらいですけど、こんな感じ。そうで、心っていうのはこう広く書かなくていいんですよ。幅はここが一番で出てほしいとこなので、これよりも出ようなんて思わずに、もうここで書き終わりましたよね。ここからスッとくるような、こ
こういう向きです、こういう風になる。その時の力の加減っていうのも、初めが優しくてだん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 強くなる。ここでギュッて止めてます。でちょっと被るぐらいかな、少し被るぐらいですね。でこういう風に持ってきて上がって、少しだけです、少しこう持ち上がるような感じにしときながら跳ねてあげる。でトントン、うん、心ってね難しいんですけどね、こうしといて、例えばこういう風にベタってなってる状態でこうにやるよりもちょっとだけ上がってた方がなんとなく軽いような感じがしてね、いいですね。ただこのEみたいに下のところに心が来る場合っていうのは上がらない場合も結構あるので、あの上がれたらまあ上がろうかなぐらいな感じでいいです。で重要なのはこの点の打ち方、これおろそかにやっぱりなりがちなのと、あのこう動きがつながりが見えないとダメです。こういう風に跳ねたところから1点で、その点から離れて2点目っていうのもね、これがしっかりと出るといいですね。してして、そう、1、2年生の方でもお話はしてますが、死はあまりあのグネグネしすぎると変になります。それから気質ですけど、あのひらがななので優しくていいんです。ガンってやってギュッてやると、これ漢字の書き方ですね。漢字を書いたりするときにはこういう気質を入れますけど、ひらがなの場合は優しくスーッと滑らせながらです。滑らせながら自然な感じが一番綺麗です。で、毛筆でやるあのひらがなっていうのは少しまた違うというか、あの漢字に合わせるような感じ、あの形でね書いたりもするので、それと少し違うんだっていうのもちょっとあの思っておいてください。でこちらもそうですね、手を書く時もガンガンガンってやると、これ変ですよね、なんかね、これ不自然なので、こうではなくてこういう感じでスッと入るんです。下に滑らせるんだけど、滑らせていつも動いてるような状態、止まってはいけません。これギュッて止まるとこうなりますね。こうスッといつも動いてて、その動きの中でできる強さでこの入りができますので、あの自然っていうのをあのいつもね思っておいてください。でこれ横という字です。気変がきますね。気変っていうのは結構下からで頭がしっかり出ます。横にもこうあるとしたならね、中心線、こう横の中心線からグッと上がるぐらいな感じです。結構みんな上から来るので、上から真横に引いてる感じがするんですよ。下から上がりましょう。そこからこっちに行っちゃダメですよ。こう来たらそのままこういう動き、1、2っていうのがこれ本来の動きです。多分あの上から描いちゃってる子っていうのはこういう風にしてよいしょって多分こうにやってるんだと思うんですけど、これが下から来てこうなんだっていうの、ここでグッて入ると右に寄りますよね。ギュッて右に寄っといて、こういう風に来るとすごく自然で、そのまま点でするとここ、今見てて分かったと思うんですけど、左払いがあって右ってなった時、右は少し下でしたよね。これ自然ですよね。こう来といて点で、最終的には横っていう字の8画目がここから来るわけですよ。こうやってそうするとこれ下にあってくれると、あの邪魔じゃないですよね。でほら、右側っていうのは作り側っていうのはね、あの少し大きめに書きたいんです。辺よりも作りを大きく書きたいので、こういう風に入れ込むような状態を作りたい。そうするとあの左と右がばらけて見えないんです。なぜか木と黄色っていう字にこうバラバラに見えてしまうっていう悩みがあるとするなら、こういうあの入れ込みが足りないっていうのと、この右寄りっていう、これですよね、右寄りっていうのはできてない。そう、それをちょっとね気をつけるといいかな。はい、横断歩道、横という字を書きましたので、ダウンですね、ダ、ひらがなです。これ上がりましょう。上がってこちら側、少しこっち長いですよ。で
ここからこう離れて、こちら側こうですね。ここはあまり上がっていかなくてもいいです。これ下がってもなんかちょっと変なので、ちょっと横に行くような感じですよね。でこれも力の加減としたら、こっからだん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 強くなってるんだよっていうのが、これこういう感じ、うん、で最終的には下がこのくらいですかね。同じかやや上に上がってるぐらいが綺麗だと思います。運ですよ、運。ギュッと上がって、ここしっかりね、こうに来といて、あちら行きます。うん、歩道という字です。歩く、ギュッとして、縦のライン、これ上止まるという字ですけど、ギュッと上に上がる線ですよ。ギュッと短くってね。そうで、こちらもこういう風にしっかりここは入っといて、下で、ここが一番長いところで、小という字は来ますよ。こっから左へで右、これぐらい上がってていいですね。上がった状態で最後ここからのここです。ここが強いとこなので、ギューッとで、これ立つようにしましょう。こういう風に来ます。こう来て、どうになっちゃうんだろう。こうに、そっか、こうにまっすぐだと変ですよね。うん、なんて言ったら分かりやすいですかね。うん、立ち気味っていうのが一番いいのかな。でもまっすぐじゃないですからね。点からのそのこのライン、 U とかと似てますか。うん、さっきの 1,2 年生の方で書いた U に似てますね。はい、道という字ですけど、1点2点ってある場合、左がまずは下にないといけませんから、こんな上、すごい上から書いてしまったら右が上がれませんよね。ってことで少し隙間を持たせておいて、1点目で2点目、はい、上がりました。でこちらこう来ますよね。で新尿っていうのは辺とかと違って、あまり幅を取らないので、そんなに右側に逃げなくていいです。真ん中の線はこのぐらいのラインに来ます。これちゃんとこうまたぐようなイメージですね。でこう来て、ちょっと短めにしときます。でここですね、少しこちらの方がまあちょっと長いぐらいな、ただ尿がこうぶつかるので、そんなに長くしようって思わなくてもいいんですけど、うん、このぐらいな感じですか。で点を打つ位置、これより、うん、ちょっと上ぐらいでぶつかんないような感じにしておいて、こういうところを開けてあげます。点から開けて下がります。ギュッと上がって、次トントンって内側に入ってくるような近づく部分がありますね。ここが一番近づくところで、そこからストンって下がって上です。こういうところが丁寧にできるといいですね。こういう風に内側に来てあげると、こちらのとこちらの尿の部分がバラバラにこうなることがないので、どこか一箇所必ず近くなる部分が字にあるって思ってもらうといいかな。うん、そうですね。次歩道を、ギュッと上がってこちらにこう来たら、ストンと降りるような、で遠くから遠くみたいな感じですね。お尻結構こう細い感じでこう出します。でこのラインを作りましょう。はい、わたろう、わです。わは真ん中じゃないですよ。やっぱりこう乗せちゃう子まだ多いんですけど、こっち側にこうで、ここからこういう風に来ます。はい、折れて横へ行きます。上にあんまり行かなくていいですよ、和はね。これなぜかっていうと、和っていうのはもともとこういう和風の和、これですね。これつながると、か書き順変わって 1,2,3,4,5 ってなるんですよ。
こっからこういう風になって、この口っていう部分を表しているのがこの部分になります。ってことは口っていうのはね、この横あたりにありますよね。上上下が開いて真横にあるぐらいなので、ここに向かってこういうことです。なので上にはあまり上がりません。次たです。これ復習ですね。はい、ロー、キュッと上がって、ここ短くしますよ。で首が長いんです、キリンのように。でお尻上げすぎないで、こんな感じです。こういう外形をしてるんだっていう風にもうか覚えちゃいましょう。これなかなかそれがね、イメージっていうのがやっぱりイメージでやっぱ変えちゃうので、そのイメージを変えなきゃなかなか治りませんね。で、ウです。1画目の点っていうのはだいたいこういう向きで打つことが多いですね。フとかウとか1画目にある点の向きです。点の向きっていろいろありますけどね、結構こういう風にやりがちなんですよね。これではなくてこういう打ち方っていうのが、そうですね、ウですね。でこう来てこうです。縦長になるべくしたいと思うんですけど、ここはしっかり開けたいとこなので、詰まらないように、詰まってしまうとかっこ悪くなっちゃうんですよね。せっかくねこううまく開けててもこうに来て、こういう風になっちゃうとね苦しいですよね。はい、最後ね丸忘れないようにしてください。それからそうですね、和の話しましたけど、これ和っていうのはここ隣にこの口があるからこうに横に行くんだよっていうことを言いましたが、レっていうのは違いますからね。それだけちょっと言っときましょうか。レっていうのはこれは上に行きます。これなぜならば元になってるのはこちらのレという字で、こういう風に行きたいんですよ。っていうところで、元の字を知るっていうところはそういうところもね、知識少しずつ覚えていってください。で、小読んでいきましょう。小学、こう細かいとこですけどね、もう 3,4 年生だったらここは分かっておいてほしいとこです。しっかり貼ってあげるっていうところと、ひし形っぽい感じだよね、下に来ないように、泣いてる顔にならないようにしましょう。で、4っていうのは4が一番難しいかな。こう内側にね、こうキュッキュッてくるっていうのと、あとはここをしっかり、こういう隙間をしっかりっていうところ、下にもありますよね。そこが崩れるとなんかちょっとおかしくなるので、そのあたりをねしっかりやりましょう。ちょっと長くなりました、すいません。では失礼します。